重症心身障害児とは、児童福祉法上、重度の知的障害、及び重度の死体不自由が重複している状態にある児童、生徒を指す。支援方法については、重症心身障害児支援を参照。重症心身障害の状態にある児童、生徒を、重症心身障害児と称する。重心と省略されたこともあったが、差別的ニュアンスが強いため、 児童の時期は重症心身障害児、それ以降は重症心身障害者との故障が提唱され、合わせて重症心身障害児と呼ばれることがある。と称されることがある。施設入所への制限につながるため、日本では定義が明確でない。医学的には、科表のもと東京都立療育センター委員長、大島和義により考案された分類により、定義される。 このうち、重症心身障害は、1から4に相当し、1の中でも、特に重い状態のものを、超重症児、者としている。学校教育法上は、重度重複障害の一つとして捉えられている。教育方法としては、個々の状態に応じて、重要度の高いケアに関する教育領域を扱う、特別支援学校に通う形となる。具体的な内容は、 自立活動中心の指導となるケースが多い。ただし、本人あるいは保護者の希望などもあるため、例えば、拠点数も多く、当該児童、生徒の自宅近隣の知的障害を教育領域とする特別支援学校で対応するケースもあり、その対応方法は一様ではない。このため、保護者や教員、その他関連する人々の負荷をどう軽減するかが課題となっている。 特別支援教育によって、一人、数とのニーズに応じた、きめ細やかな教育的支援が行われる。中でも、個々の児童の満足感や幸福感など、生活の質の向上を目指した教育的支援に重点が置かれている。具体的には、人工知能やコンピュータ技術を活用した AAC による意思疎通の支援等が行われている。このような支援により、 自らの意思の表出が可能になり、コミュニケーションの拡大に伴って、児童の心理面にも良い影響が見られている。ありがとうございます。